はい、皆さんこんにちは。今日はですね、ちょっと面白いアプリの紹介をしていきます。エッセンシャルアナトミーっていうアプリなんですけど、ちょっとこんな感じで人間の解剖学を学べるアプリになります。で、いつもね、デザイン系のアプリばっかり紹介してるんですけど、たまにはね、こういうメディカルの方のアプリも紹介できたらなと思って、今日はこんな動画を作ってみました。で、ちょっと前にですね、プロクリエイトで筋肉の絵を描く、チュートリアルと、あと、ノータビリティで、筋肉の解説をする、動画を出したんですけど、その動画を出した理由は、このアプリを紹介したかったからです。いきなりね、このアプリをおすすめですって言って紹介したら、結構みんなに惹かれるだろうなと思ったので、ちょっとね、徐々に紹介するような形をとってたんですけど、今日はこのエッセンシャルアナトミーのすごいところと、あと使い道みたいなところを紹介できたらと思ってます。で、ちょっと最初ですね、アプリの紹介をしていきたいんですけど、アップストアでアナトミーって英語で打ってみてください。で、そしたらね、こういう系、このメディカル系、解剖学系の、アプリがすごいたくさん出てきます。で、中にはね、いろいろ無料のやつもあって、ビジュアルアナトミー 3D ってやつも無料ですね。あと、エッセンシャルスケルトン、これ、骨のやつだと無料になるのかな。今回紹介するエッセンシャルアナトミーは筋肉とかね、神経とかいろんなものが見れるんですけど、まあ骨だけのやつとかね、そういうものだと安くなったりしますね。で、多分ね、無料のやつでもアプリ内課金があると思います。なんですけど、ちょっとね、学んでみたいぐらいの人だと、まず無料のものからダウンロードすればいいと思います。で、今回はエッセンシャルアナトミー5ってやつを、紹介していきたいので、ここでエッセンシャルアナトミーって検索して、見つけてみてください。で、このアプリはですね、値段がちょっと高いです。値段はね、2400円しますね。まあまあしますね。で、2400円するんですけど、それだけね、すっごいクオリティが高いです。なので、まあ、体に興味がある人とか、本気でね、体のことを学んでる人もかなり使えるアプリだと思います。で、こんな感じでね、体のパーツパーツごとにその機能とかをね、いろいろ教えてくれるんですけど、まあこれ系の、メディカル系の、アプリで一つだけ買うんだったら絶対これを買った方がいいと思います。昔ちょっとトレーニング、筋トレ、習ってた時に、そこのトレーナーさんにこれを買えって言われて、私はこれを買いましたね。で、今でもかなり重宝してます。でですね、アプリを開いていくんですけど、一番初め開くとこんな感じのスケルトンのね、画像になっています。で、最初ちょっとジェスチャーを紹介しておくと、この2本指で、左右スライド、で、2本指で、ズーム、ピンチ、アウト。で、1本指で回転です。これね、360度ぐるぐる回せます。これがね、楽しいんですよ。で、まあ、2本指でね、こうやってズームイン、ズームアウトしていくんですけど、右のところにですね、ツールバーがあって、ここに、筋肉のプラスボタンとマイナスボタンっていうのがあります。で、プラスボタンを、押していくと、こうやってどん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 筋肉の層がね、積み重なっていくような形になります。で、逆にマイナスボタンを押すと、どんどん筋肉がなくなっていくっていう感じですね。で、その下に、アーチュリーズっていうボタンがあるんですけど、このアーチュリーズは、動脈かな?動脈です。この動脈も全部見えます。こんな感じで。で、その下に、ベインズかな?ベインズは静脈が青で表示されてて、その下にナーバスっていうのがあるんですけど、ナーバスは神経。神経は黄色色。で、こんな感じで体中に巡っていますね。すごいね、これ。で、もうちょっと行くと、下に、コネクティブティッシュっていうのがあって、これ結合組織。この関節のとこかな。私もそんなに詳しくないんですけど、これがコネクティブティッシュ。コネクティブティッシュです。で、ここをね、タッチしてあげると、このパーツのところタッチしてあげると、このパーツの詳細がいろいろ出てきます。このパネルが出てきて、ここで、まあ、このパーツがどういう役割をしてるかっていうのが、いろいろ見ることができます。これがね、大変勉強になります。ちょっとね、音は出てないんですけど、この英語の発音とかも出てきます。
で、その下どんどん行くと、レスプラチュリーっていうのがあって、レスプラチュリーは、呼吸器系かな、肺とかの器官が表示されます。で、その下のダイジェスティブっていうのは、消化器系、腸とか、あと肝臓とかがいっぱい出てきます。この辺になってくるとね、結構グロテスクで気持ち悪いです。で、その下がですね、その下なんて読むんだろう。アラジェニタルかな。アラジェニタルは、尿のね、器官を表示してくれます。で、一番下がですね、リンパティック。リンパティックは、リンパ。リンパの、線を表示してくれますね。リンパは緑色ね。で、こんな感じで自分の見たいところをプラスでどんどん追加していったりする感じです。で、一番上、これね、スキンです。スキンが一番気持ち悪いですこれね、ズームとかもできるんですけど、ちょっとね、今回は後ろ側だけにします。前側映すと YouTube にバンされるかもしれないので、ちょっと怖いのでやめときます。で、こんな感じでね、すごいディテールが出てきて、ちょっとあまりにもリアルでね、最初見た時すっごい気持ち悪かったんですけど、ずっと見てると慣れてきますはい。で、ちなみにね、この左側に矢印ボタンちょっと見えると思うんですけど、この矢印ボタンのところスッてしてあげると、いろいろメニューバーが出てきて、そこに女性版も見れます。今は男性版を見てるんですけど、女性版と男性版で切り替えることもできます。で、私が好きなのはね、この筋肉のところ、部位をタッチしてあげて、詳細を確認して読むっていう感じですね。で、アイソレートっていうボタンを押すと、ここの部位がね、ピンポイントで拡大されて、細かいディテールを見ることができます。で、バックを押して、で、その隣にフェードっていうボタンあるんですけど、フェードはちょっと薄くなる。で、ハイドのボタンを押すと、完全にそこの部分が消えます。で、フェードアザーズっていうのがあるんですけど、これはここの部位以外のところが薄くなっていくような設定ですね。で、ハイドアザーズっていうのが一番右側にあるんですけど、このハイドアザーズを押すと、ここの部位以外のものが消えます。で、ここだけが表示されるような感じですね。さあ、マニアックな人には結構たまらない感じだと思うんですけど、興味ない人はね、全然興味ないと思います。すいません。たまにはね、こういうのもいいかなと思って出してます。この前ね、プロクリエイトで、絵描いたじゃないですか。筋肉の絵ね。で、それはここをね、スクショ撮って、で、それをプロクリエイトに読み込んで描いてるっていう感じですね。で、私がよく見てる部位としては、お尻とか、あとハムストリングスこの辺をよく見てますね。足の筋肉ってすごいいっぱいあって、結構ね、面白いんですよね。で、ちなみに言うと、骨もね、タッチできるんですよ、こんな感じで。骨はね、触ると緑色になります。で、私、骨はね、ちょっとよくわかんないんですけど、これだと骨盤かな、インフォメーション出てくるんですけど、例えばこれアイソレートのボタンを押すと、まあ、ここだけ、この骨だけが、拡大して見れます。で、一本指でこう回転するっていう感じですね。で、このアプリのですね、ちょっとダメなところというか改善点としては、日本語対応がしてないんですよ。英語だけなので、こんな感じで英語がずらーっと今並んでるので、ちょっとね、読みにくいと思うかもしれないですね。あと、結構なんか専門的な用語が並んでるので、難しいなと感じる時はたまにあります。で、私がね、やってる勉強方法としては、ウィズダムっていう翻訳のアプリがあるんですけど、それをスプリットビューで画面分割で開いてあげて、逐一そっちで英語を打って検索するっていうような形にしてます。で、それでやると結構ね、入ってきますね。で、ウィズダムはですね、かなり優秀な翻訳アプリなので、もしね、それも有料になっちゃうんですけど、もし余裕がある人は絶対買った方がいいと思います。英語ね、ちょっと勉強したいなっていう人は絶対マストです。で、こういうね、専門的な筋肉の部位の名前とかを入れてもほとんどヒットかかるので、私は本当にこのアプリ、アナトミーのアプリとウィズダムはセットで使うようにしてます。で、こっからですね、ちょっといろんなところをね、拡大して遊んでいきたいと思います。
はい、ということでですね、今日はこんな感じで終わりにしたいなと思うんですけど、いかがだったでしょうか。結構ね、グロテスクなところもあったんですけど、でもね、医療系のね、勉強とかしてる人は絶対ダウンロードした方がいいと思います。ちょっと高いですけどね。でもこのメディカル系のアプリの中では一番じゃないかなと思ってるので、ぜひね、検討してみてください。で、もしなんかね、他にメディカル系とかね、そういう面白いアプリあったら、ぜひコメント欄にいただけると嬉しいです。私はおすすめされたら大体買うので。はい。でですね、もしデザイン系の方ですね、クリエイターとか、あとは絵を描いてる人は、このアプリ、この手とか足とかの骨の形とかバランスとかを見ることができるので、もしそういう絵を描きたいとかっていう時は、かなり使えると思います。骨のね、形とかをちゃんと分かってると、手とかも不自然なく描けるので、そういう使い方もありなんじゃないかなと思ってます。あとね、顔とかもね、顔のバランスとかもいろいろ見れます。で、あとはね、筋トレしてる人はこれで筋肉の部位を見てね、あ、ここはこうなってるのかというふうな感じでも勉強できるんじゃないかなと思いますね。皆さんのね、生活とか、やってることによっていろいろ使い道はあると思うので、いろいろ研究してみてください。はい、ということでね、今日はちょっと変化球のアプリの紹介でしたけど、もしね、この動画が役に立ったら、ぜひいいねボタンお願いします。で、あとはね、こんな感じで iPad の使えるアプリとかをすっごいたくさん紹介してるので、ぜひチャンネル登録まだの方はポチッとしていただけると嬉しいです。はい、ということで今日はご清聴どうもありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。バイバイ。